ミコ神楽神楽は日本の神道の神事において神に奉納するためそうされる下部。ミコ神楽神社の祭礼などで見受けられ、稀に寺院でも行われる。平安中期に様式が完成したとされ、約90種の神楽歌が存在する。神楽は神社に神楽殿がある場合、そこで行われることが多い。一般に神楽の語源は神座が転じたとされる。神座は 神の宿るところ、昇魂、鎮魂を行う場所を意味し、神座に神々を下ろし、夫、巫女が人々の穢れを払ったり、神がかりして人々と交流するなど新人一体の縁の場であり、そこでの株がカグラと呼ばれるようになったとされる。古事記、日本初期の岩戸隠れの段で、雨の渦めが神がかりして待った舞がカグラの起源とされる。 雨の渦めの子孫とされるサルメノ君が宮中で、鎮魂の儀に関わるため、本来カグラは、昇魂、鎮魂、魂ぶりに伴う神遊びだったとも考えられる。カグラは、宮中のおカグラと、民間の里カグラに分けられる。またいくつかの神社では、近代に作られたカグラも行われている。カグラを舞うための施設をカグラ殿という、武学専用の施設を舞殿として区別することがある。 特に里香ぐでは、様々な用途の舞台、ライブステージ、コンサート会場として利用されることもある。香ぐのダンス宮中の賢所で行われるお香ぐを、刺し、古くは、内緒症かと言われた。画学に含まれる。大上祭の聖書堂でのことか深淵、かも臨祭の帰り立ちの香ぐその並びから神祭りの香ぐ岩清水、やわたぐ寺祭の香ぐが元になったという。 長宝四年があるいは、観光二年から各年で行われ、後に、毎年の行事となった。明治四十一年の皇室再司令で、小祭りの一つと定められたが、1947年に、その再司令は廃止となる。現在も毎年十二月中旬に、宮内庁式部職学部によって、簡略化された岡倉が賢所で行われる。また、大城祭でも、同様に行われる。 いよいよ彦神社の代々神楽、岩見神楽一般的に、神楽と言われるもの。里神楽という語は、お神楽と対比して用いられ、競技では、関東の民間の神楽を指す。芸能研究者の本田康二がさらに下記四系統へ、分類したが、各地の神楽にはこれらの要素が混合している場合があるなど、この分類では不都合もあるため近年里神楽の分類の見直しも考えられている。 大御神楽曲芸、傘の曲伊勢神宮や厚田神宮の新人が各地を巡って診察を配り、かまど払いや村の知事での悪魔払いとして行った、かぐら、大御和楽、大かぐらとも、死姉妹と曲芸からなる。余興だった曲芸は、舞台芸としての大御神楽に発展、江戸大御神楽や、水戸大御和楽,楽となった。江戸末期からの寄せでは、かぐらよりも、 演芸色の強い曲芸の方が多く演じられた。寄席でのカグラは、落語、講談とは違い色物とされることが多く、大御神楽曲芸という。筆形日本史用後派と、ウェブリオ、骨董バンク北野天満宮、平安神宮、出雲大社、微文神社、西三田神社、山口島井戸の、毎度の御座街神事、佐田神皇。ありがとうございます。